はい、皆さんこんばんは。改めまして、今年度ライオンズクラブ国際協会茨城県代表を務めます斉藤正と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、能登半島地区におかれまして大災害を、被災されました皆様方に、心からのお見舞いと一日も早い復興を願うばかりでございます。そして本日はライオンズクラブ第5回目のチャリティーディスコ、今回は能登半島のですね寄付ということで皆様方のご協力をいただきまして誠にありがとうございます。それではですね、短い時間ではありますし今回本当にミニミニのスタイルではございますがチャリティーということもありますのでどうかご理解をいただきながらですね、今後ともライオンズクラブの活動をご理解ご協力をよろしくお願いしたいと思います。それでは最後までですね皆様と共に楽しい時間を過ごさせていただきたいと思いますので本日はよろしくお願いいたします。